どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。アニジョです。おついちでございます。トラップ4回いきます。4回です。8部屋8。あちょっと違うね。あれどこにあるか。入り口が2つある。あーこれ邪魔。なんちゅう、ちょっとやり方忘れている。え、何ボタン。嘘でしょ。 X ボタン。一回外に出しよう。一回外に出す。元に戻す。元に戻す。ここどこかでも悪いでしょ。見てみよう見てみよう。セメント塗るでしょ、ここの床。あ、そいつ関係ねえわ。セメントとりあえず。セメント床剥がす系ですね。あ、なんか来ました。セメント来ました。すっごいじゃん、2つある。あ、ここそこ通れない。通れないんだ。ドアにしときよ、ここっていう感じ。はい、どうぞ。セメント持ってきましたんだよ、こっちで。あ、ね、いや、それもゴミがちょっと入ってますね。剥がさないとダメなんじゃないですか。はい、ここまず剥がさないと。こっちもそうですね、見た感じ。やば、これやばいな。ほほほ、捨てろ捨てろ。これもか。はい、ちょっと変えですね。リビングの床変えるのと、庭園の、はい、お前見えないところにもあんだよこれ。オーマイガー、すぐ忘れる。変える、視点を変えるよ。違う、これもうないね。あ、もうもらってバイバイ。ドン、おー、はい、あ、汚れがあんだね、あそこで。カーペットが、カーペット、それ庭園かな、上ね。あ、わかん、どっちだ。天野。このカーペット上だな。上か。カーペット上。リビングはリビングでまた違うのがある。じゃあ次セメントだ。セメントはどこで。ああ。なんでここに微妙な。ああ。いや、なんで、これ多分ね、雨漏りしてる。雨漏り。What？ どんどん汚れが。嘘だろ。あれ、これ無理だな。あれ。え、ちょっと待って、これ剥がすの？どうやるんだっけ？あー、ダメだこれ、ゴミ捨てないと。ちょっとそれにね、多分水が取れなくなっちゃった。足りめえよ、通さねえぞ。あー、どうしようこれ。あー、そういうことか。やべ、これ雨漏りするって、どんどん。まず雨漏り直せよ、じゃあ。そうなんだよな。上直せ。ね、下も、下、むしろこっちがコンクリート必要だ。おじさん、そこに入れて。こっちはもうコンクリ、コンクリ済みです。はい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 。やっぱ、これやん、ちょ、これ邪魔。しょうがないでしょうよ。快適。これやばい、それちょっともうちょっとどけよ、この、この、このなんてこった。塗っちゃうと、お前も入れたんだな。はい、とりあえず、とりあえず塗ろう塗ろう。ほんとだ、時間で汚れがついたりしていく。やばい、どうしたらいいんですかね、これ。ちゃんと最後、綺麗にして渡さなきゃいけない。雑巾を絞らなきゃいけませんよ。一回補充し直さないと厳しいね。ちょ、まあ、いっとく。いけちゃうんじゃございませんの。いけますの。いけないっすわ。いった。やっぱいった。あー、やばい。あ、汚れが、海が。は、なんで、なんで持ってないのこれ。持ってないよそれ。さっき持ってたのに。あ、これ持ってる。これなんで。なんで、なんで、なんでブルブルなの、はい、おかしいよね、おかしいよ。コンクリート、はい。もう正直に言うとね、時間が無理だよ。これはなかなかの、なかなかでした。難しくて、はい、あと2枚だかな。壁はまだある、まだある。あー、壁はこれ、え、もしかして俺コンクリ持ってんのか。壁はやんなくていいみたいよ。いいのか。あれ、ゆっ、あ、これ。なんで持ってない、持ってた。よし、それいるの、これ床でしょ。
こっちの床じゃないと思う、それ。もう一個あったね。あー、カーペットの方か。そうです、オッケー。あと一個塗ったら終わり。カーペットどこだ、カーペットどこだ、どこに隠れた。あった、いけ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 。うよいしょはい、オッケー。11秒。あと5秒だよ、あと5秒。お前は手を休めるの、働け、やれ一緒にオッケーオッケーオッケー。やること分かった。で、雨漏りしてるってことね。はい、はい、雨漏りを直そうよね。どうしたらいいんだろうね。おかしいよね。あれ言ってんだよ、バケツがあればいいんだろう。ちょちょ、はい、これ俺と貸しとくから、うん、あと頼む。どっちからやるかだよね。ちょっと本当にさ、全然。はい、そして先に兄ちゃんにやっといてもらって、少しするとコンクリート来るから。あ、じゃあそれ受け取ろう。はい、捨ててきます。あ、来て。あいつ言っといて。はい、どうも。はい、どうも。作るぞ。はいよ。うい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 。で、どうせもう一回作るからここに置いといて。で、ここだろ。早いね。いいぞ。あ、もうない。ほい、よいしょ。ラスト。雨漏りっていうレベルの汚れじゃねえけどカーペット舞台よろしく。俺はちょっと綺麗にしとくわ。そう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 、よいしょ。カーペットゴーゴー。カーペット早くせんか、時間がないじゃん。お前もやるんだよ。お前もやれ。よいしょあれを取るとなんかね、人格が変わってしまう。なんでだよ。そう、なんなの、魔法の巻物みたいな。あれ危ないんだ。空いてんな、お前だろ。あ、なんか、今来た来た。いけー、これを出して。なんで、うんうんなの。お前じゃない、お前じゃない。なんでふいよ、ちくしょう。早くおじゃ、このタコ野郎が。はい、ほら、やっぱり、あれを持つのね。そうだね、人格変わるね。あー、動かさないでよ。やめろ、マジで。やめろ、マジで。おかしい。ごめんなさい、早く当たりに。ちょっと、ちょっと、もう、持ってこれなくなっちゃった。端っこでやるから。おい、だからなんで俺なんだよ。邪魔。ちょ、汚れ。あ、そう。汚れ開始する、はい。結果よ、結果。うーん、これちょ通れない。持ってってよ、これ。甘えないでいただきたいな、ちょっと。で、この椅子が、椅子はそのままでいいと思う。あ、そう。場所は特にしてさ、ね、バチェロー。で、最後あれ完成したら終わり。おーてれー。いい、雨漏りいいんだ。雨漏りを直せ。雨漏りはいいらしい。うちのだ、上の階から来てるってことでしょ、あれ。多分もう上は大変なことになってる。あ、まあでも上ほら、雪があるから。雪解け水が雪解け雪になってんの。さあ、なんだ、とりあえずすいません、B よ。あ、見まーす。はい、廊下の壁と貯蔵室の床。はいはい、じゃあこれ剥がす。よし、壁剥がす。左重点的に行きます。すごい、荷物が。ん、なんだこれ。剥がせー、剥がせー。
すごい視線…え待って、ここすごくない？何にこのマンション庭があるの左右庭が見えるけどそうですね、すげえじゃん、ごいすうなマンションやで、ごいすうすぎる、何あれ、何これ邪魔、床はこれが壁か、いやそのチェックのやつは何なんだ、チェックのやつ、ここに、ね、2つあるんチェック、そっちの、それさ、どう、これな、あ、あーもう、あ、そのまま戻せる戻せる、同じペンキだったら、同じペンキ、さっさっさ、それで A ボタンを押すと、もう戻した、あ、戻した、床これかな、だからコンクリートは大丈夫、だから壁をここピンクにすればいいの、アジア、待って、塗っちゃう塗っちゃう塗っちゃうな、アンジャ持ってるなそれ塗っちゃうよアンジャ、おピンクピンクだよね、あ、しかもそれ違う、オッケー、8パス進んでる、オッケー、俺もう廊下の壁塗っちゃう、あとは頼むお前ら廊下にゴミ、ゴミというか他の素材をばらまくんじゃねえ邪魔だろうがこれ使ってないのこれ出せよ、やばいやばい俺が全部あっちに入れといたやつ、お前でも使うんだからしょうがねえだろこれ、あれ兄者その床じゃなくね、なんでちょっと待って設計図見る、合ってる、そのフローリングじゃなかったような、ほら違うわ、ははははやってんだよやたられるかこんな仕事、諦めた諦めた諦めた、あの人あんまゴミいっぱいってことは後で来んのかなこれ、カフェとかないね、はい、廊下終わり、あと、貯蔵室の床、どこに床が、よいしょ、どうなってる床、何、何柄、その柄、オレンジ的なやつで、オレンジ的なやつ、これなのかな、あ、取れるな、これちょっと一回塗ってみる、無理だな、なんだ、普通にカーペットがあるはず？いけ、どれだ？これはいけないか、あ、いけるわ、あ、やべ、そこカーペットでしょ、なんか1枚取れてないじゃん、やっぱどんどんこぼしてる、ちょ、何をしてるんだ、あ、お問屋さんこぼしてるこぼしまくってる、ごめんごめん、片付けるわ、何？俺のキャラクターだと届かない、そんなキャラ差があった、実はキャラ差あるでしょこれ絶対、何これ、え、床全然来ないぞ、セメント、床どっかに隠れてる、隠れてんじゃない、やべやべ、あと1本え、あれ変えてみたら向きを、ウィーン、あ、ここにある、ここにあるぞここにあるぞ、超いい感じに隠れて濡れ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 とか引くだけ、あとはもう中持って持って邪魔だ、早い早い早い、よし兄ちゃん中にあるものだけ片付けておいてくれれば、もう全部捨ててるわ、捨てて捨てて、じゃあ運んで運んで、そこほいほいほい、なんで俺は剥がした、3、よし、もう運び出しに手伝います、し、あ、間に合うかな、ギリギリ大丈夫そう、5、道具がまだたくさん入ってるって、その辺のちっちゃいやつも全部だはい、俺だって何か物持つとすげえ移動遅くなるよし、外出て外出て、残り4もある、え、嘘、ここに2つある、あ、そこに角に2つある、これ運び出しといて、あと1つ、やばい、足りねえぞ、10秒、いけ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 、遅れてたろ、それやべえ、あー、なにこれ取れないぞ、ここ、これなのか、いや、どれだ、これじゃないだろ、
どれ？誰だったんだ？俺らってこと？じゃない？出ればよかったんだ。単純に。お、すごい可愛いのか？なんだこれ？アルパカか？アルパカかな？くっそー。なんてこった。赤字だよこんなんじゃ。外で出すわ。ちょっと外出すわ。使わねえもの全部外に出そう。一回出す。で、こぼれるものじゃなかったらもうガンガン投げて外に出しちゃう。ほい。竹が、竹が。わかる。これはね、こぼれるか。ゴミ。あ、やべ、こぼしたわ。ゴミ。外でこぼしてる分にはいいんじゃねえ。それダメだろ、廊下お前。ダメですかね。そういう問題じゃないって。そういう問題じゃない。ゴミ箱は投げられないのかね。こぼれると思うよ、なんか投げれると思うけど。バケツがもう一個あったからそれ使って俺廊下剥がしちゃう。ここにやるでしょ。違う違う違う。剥がして、いらんペンキは外に出す。剥がして、お父さん、玄関のドア、あ、玄関のドア外せないんだ。外せないです。玄関のドア外れないです。ちょっと待ってね。そこは絶対的なドアなんで。はいよー。なるほど。ふんバスみたいにいかない。バケツはダメか。うまくいかない。からならいける。からならいける。ピンクの。ほい。ペンキはどこじゃ。お前。あー、ちょっとやる。これね。ちょうだい。はい。これを。置いといてくれればいい。はい。塗ってもいいし。青は使わない。青は使わない。はい、なぜ使わない。あれが置いてあるんだって話だけど。前の業者のあれ。ああ、忘れ物？施工ミスです。だいたい青で塗るとこなんかどこにもないじゃねえか。ここ施工ミスです。施工ミス。ちょっとここに置かれると倒したら最後で。上あと3つ。もう持ってって。あとこの床張りが残ってるのか。ありがとう。よし。床張って終わりか。上が通れるってのがなんかいろいろとやばい気がする。雨漏りも何も。そりゃ雨漏りするわって話よ。その下を塗るのか塗らないのか。上がないんじゃないの。あれが難しい。俺もう運んじゃう。あ、いやいや、運ぶの頼んだ。はいはいはい。はい、運ぶ。残り4、自分たちが出て、あとそれを出せば終わりだ。よっしゃー。イエーイ。早い。よしよし。ちょいちょい難しくなってきましたね。この回制覇したいな。この回制覇だと、あとこれ。イエス。そうです。部屋の中っていうサイズの広さじゃないじゃん。そうね、今の横貫通してるレベルの広さだからな。入ったら違う世界にポータルで行ってるのかもしれない。なんだ。ペンキを入れて塗る。あ、ペンキ壁に。そして、いや、ペンキじゃねえ、あれ多分接着だ。接着か。あ、クロスか。壁紙のあれが増えたね。ペンキじゃなくてクロスになったんだ。来たか。ついにね。うん、クロス張りだ。上から貼ればいいと。シワにならないようにするやつだ。辻目がわからないようにみたいな。うえ、なんじゃここは。冬なのよ。とりあえずゴミ。うわ、滑る滑る滑る。浮いてー。あはは、ちょっとすごいところ。浮いてー。それこれやばい。それ、それをなんとか。うん、リビングの壁、はい、床、トイレ、トイレ、壁、寝室、床。どこ誰担当する。じゃあ俺左下。そこ寝室です。はい。うっそ、あ、いった。緑ね、緑にすればいいね。それリビングが多分音じゃいるとこだね。ここ、ここ壁、床ですね。ちょっと掃除だけして、ああもう、もう最悪だ。なんだ、とりあえず、とりあえず剥がして入れてください。手伝ってやるよ。俺はちょっとよくやるよ。うん。それが、それが多分あ、いらね。貼るやつかな。多分そうだね。
それ剥がせる。あ、じゃあ剥がして持ってっちゃう。あ、ここにもあるよ。はい、外に出る。あー、それ受け取ってー。あ、俺、これ行きます。で、これがその右奥か。リビングは何？あ、そうだね。か、うん、ずれした8面も OK。 それトイレの壁紙じゃないか。気のせい？合ってる合ってる、これで合ってる。トイレもこれかもしれない。あは壁紙は、壁紙はその、あれか、刺さってるやつが下で。これな。それ、うん、ペンキ作ろうぜ。これ全部持ってって。はい。あお、やっちまったぜ。もしよいしょ。それ受け取りよろしく。 A で戻す。カーブに OK、持ってペンキ機だ。これも使わないね。うん、はい。で、で待って、バケツにこいつ入れて、接着入れて。トイレの壁だな、それ多分。トイレの壁。トイレどこ？これ接着剤か。これかな。あれ、ここも塗るの？これ塗るっていうか接着して。まずこれを、あー、合ってんだね。わー、すごい接着を。こうです。はい、オッケー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 。あ、下が来たよ。マジか。それ左下の。うるー、うっそ。これおとちゃくん早くして。やばい、これおつりさん乾いちゃうから早くして。乾くのかい。早くやんないだろ。早くしろって。ここだってこんな寒いんだぞお前。早くしろ。なんで寒いのか。乾燥してんだよ。乾燥してんだよ。乾燥してんだよ。中はめっちゃ暑いんだよこれ。あ、もう一回もう一回。窓窓窓。やばい、乾燥。窓窓窓。森がすぐ乾燥しちゃう。ベストパフォーマンス私。はい、こっち。あ、すいません。あと壁ちょい。トイレの壁は、これはペンキ塗るだけ？ペンキだけ？あー、ちょっと壁は塗るだけか。これちょっと見えねえ。できてんの？塗れてないの？これだけペンキがないの？塗れてない。はい、だろ。あと1個ちょっと設計図欲しいな。設計図あった方が。一瞬、一瞬回転させ、一瞬、もう一、もう一瞬。あー、濡れてない、やっぱり濡れてない。あ、しかも床が1個だ。床1個。あ、なんかゴミ入れてるやついる。俺か、誰だー。これな、安心しろ。これな、トイレ、トイレねえけど、トイレはもうほぼ終わったぜ。トイレねえけど、よいしょ。甘せろや。おいおい、せやー。オッケー、片付けよ。大丈夫、まだ2分ある。余裕だ余裕だ。ハハハ、持ってちゃんとそれ。おれおれ、殺す。ハハ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 。どんどんやることが増えてきたな。そうだね。まあでもやることはその設計図に書いてあるね。うん、つまりもう上の方に行くと今までやってきた全てがやってくる、全部来る可能性があるんでしょ。とりあえず5回だけ言っときましょうか。はい、おお。でも言うて5階なんだ。何階までなんだこれ。分かる。上にはね、行けないんですよ。すでに雲の上らしいけどな。ほら、ほんとだ。さらに上に行くには、さらにスターが必要。はい、左がある。ん？左がちょっと…なんだこれ。お、え、お、お城。おお、なんじゃこれ。すごいじゃん。行けないとこあるよね。なんか、パズーが住んでそうな。パズー。はい、ということで今回はここまで。次回5回やっていきたいと思います。お楽しみに。ほんじゃまたなー。またなー。またねー。